皆さん、こんにちは。YouTube チャンネル松本大吉屋では、お正月特集をしています。今は、かがい餅についてご紹介しています。かがい餅とは、大小の丸いお餅2個を重ねたものです。貴重な米をついて餅を作り、正月祝いの時に神物に備えるものとして、昔から親しまれてきました。 かがいもちの名前の由来は、昔の鏡の形に似ていることからとされ、あの世とこの世の境界を意味する神聖なものの象徴である鏡に見立て、昔から年神様への備え物として飾られてきました。かがいもちが現在のような形で備えられるようになったのは、家に床の間が作られるようになった室町時代以降であり、 武家では床の間に具足を飾り、その前に鏡餅を飾るのが通例となりました。この武家作法に則っ,った鏡餅のルーツを具足餅と言いました。ちなみに、鏡餅をお供えするのは12月28日が一番良いそうです。 八は末広がりなので縁起が良いとされています。二十九日は句を連想させ、三十一日は一夜飾りとなり縁起が悪いとされています。さて、年末に飾る鏡餅なんですが、お正月が明けますと、今度は鏡開きがあります。鏡開きにはどういった意味があるんでしょうか 次の動画でご紹介したいと思います。それじゃあ、バイバイ